朝原拓真は、ヒノレッドドルフィンズ所属のラグビー選手。ラグビーは6歳から始めた。中央市、立田府中学校卒業後、甲府工業高校から法政大学へと入学。大学では2年次からレギュラーで活躍。2008年に第62回東西学生対抗試合のメンバーに選出される。2009年度リーグ戦グループベスト15に選出される。 2010年、法政大学卒業後は、東芝ブレーブルーパスに入団。同年12月25日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第12節の福岡、サニックスブルース戦に途中出場で、公式戦初出場を果たす。2013年4月20日に行われた2013年、アジア5カ国対抗フィリピン戦で、日本代表初キャップを獲得した。十五から十六年度、 トップリーグベスト15に初選出される。2016年2月にはサンウルブズに追加招集された。2018年9月23日未明、東京、府中市で飲食店での食事後に酒に酔って路上で寝てしまい、車にひかれてすり傷など軽傷を負った。現場にいたチームメイトのリーチマイケル選手などが車を持ち上げ救助された。2019年、 東芝ブレイブルーパスを退団した。日のレッドドルフィンズ入団。